羽生結弦選手のグランプリファイナル3連覇の偉業はいろいろな波紋を呼び起こしているようです世界最高得点更新とあってかテレビ報道前から新聞やネットで注目されてはいたのですが実際にテレビで映像が放送されるとなるとかなりの注目を集めたようで他社の番組の視聴率にも大影響があったとかそんな騒動をおニュースから読んでみた フィギュアハニューの世界最高 V3 瞬間最高視聴率 29.2%13 日にテレビ朝日で放送されたフィギュアスケートグランプリファイナル世界一決定戦2015が平均20.7%ビデオリサーチ調べ関東地区と高視聴率を記録したことが14日分かった 同日に放送された好調の TBS 日曜劇場下町ロケット第9話の18.2%を上回った瞬間最高視聴率は午後10時8分の29.2%男子初の3連覇を達成した羽生結弦が表彰台で笑みを浮かべる場面だった13日は男子フリー女子フリーを放送すでに結果が分かっている録画放送ながら 高視聴率を叩き出したフリーに続いて午後10時10分から放送されたエキシビションも平均19.2%をマークした11日に同局で放送された男子ショートプログラムも21.5%の高視聴率瞬間最高視聴率は午後9時39分の29.2%だった 12日に同局で放送された女子ショートプログラムは18.3%。瞬間最高視聴率は午後8時38、39、40分の25.0%だった。このスポニチアネックスの記事からわかるように、どれだけ多くの人たちが羽生結弦選手の活躍に注目し、彼の自分超えのチャレンジに声援を送っていたかがわかる。 2015年の最高視聴率になり、羽生結弦選手はもう一つの記録を作っただろう。そして、多くの人たちが夢を諦めない羽生の姿に、自分自身の夢への挑戦を重ね合わせていたのではないか。この彼の真摯に挑戦する姿に力をもらって、多くの人の夢が叶うと素晴らしいですね。ありがとう、羽生結弦選手。応援する一人一人に、希望の光が差し、 さらに大きな力となって羽生結弦選手に帰っていくなんだか言葉にできないシーンに出会えましたでもこれだけは言えるありがとう羽生結弦選手